はい、それでは今回も、モンスターハンターワールドやっていきたいと思いますけども、今回の、動画に関しては、防具の色の方法、色の変更方法の、紹介になりますと。これはちょっと地味っていうか、ちょっとあんま分かんなくて、防具って色を変更できるんやっていう、そんな知らんわというふうに、気づいたんで、ちょっとやってみたいと思います。だってマルチやってるとなんか変な防具のね、色の人がいたりして、そこピンク色とか、なんかもう赤色とか、あんな防具どうやってやんねんと思ってたんですけど、防具の色変更方法があるというところで、ちょっと紹介したいなと思っています。で、どこでまずやるのかっていうところなんですけど、このマイルームですね。マイルームのこの箱、このアイテムボックスところに行って、一番下の身だしなみを整える。ここから変えることができます。いきますと。で、ここに、防具の着彩設定っていうのが、あるので、ここに行くという形です。そしたら、こんな感じになると。っていう感じなんですけど、これ一括変更、もしくは、パーツごとに、色を変えれますという形になって、とりあえずちょっと一括で変えてみると、カラー、デフォルトとこういうパレットがあると。いう感じになってます。で、例えば、ちょっと分かりやすい白色を変えると、こんな感じで、白くなってますね。だから全部じゃないんですけどね、これ、いろいろ試してみたんですけど、大体防具によって、その変えれる、なんていうか、ちょっと変えれるところと変えれないところがあるみたいな形になってます。なので、それはちょっといろいろ試してみてもらったらいいと思うんですけど、今回この装備だと、こんな感じで変えれるところが白くなっているっていう形、色変えるとこんな感じで赤くなったりとか、青くなったり、こんな感じで変わってきます。で、このここはこのカラーパレットから変えるという形のと、あとその下のこのカラーバーっていうのがあって、これでここ変えていくと、自分で細かく設定できるっていう形のものになってます。ただちょっと注意してもらいたいのは、このカラーバーっていうのを出すのに条件があって、いわゆる全クリした後に、カラーバーっていうのが設定が追加されます。なので全クリする前であれば、このカラーバーっていうのはないというふうに思っていただいたらいいかなと。このパレットだけですよという感じになります。で、ちなみにこのパレットの、色変更自体にも条件があって、上位に行った時、上位の防具じゃないと色が変えれませんっていう風に縛りがあります。なので、上位に行って、上位の防具を買ってから、色が変えれるようになるという風に思ってください。なので、始めたばっかりの人とかは、色を変えることはできないです。はい。で、これ全体を変えてますけど、部分部分で変えることもできます。一括をデフォルトに戻して、で、例えばどうしようかな、腰、足か、足だけ変えようってなった時に、足だけ白色にすると。こんな感じ、黄色にすると。こんな感じで部分部分違う色に変えることが可能です。で、ちょっと適当ですけどね、腕は白くして、腰はなんか青くする、ちょっと分かんない、どこが変わってんだよ、ちょっと分かんないですけど、こんな感じで変えていくことができますと。こんな感じで変えることができます。なんで、自分好みの色に変えて、楽しめるということです。ちょっとね、これ、あんまり、なんだろう、チュートリアルとかで出てこないせいか、ちょっと分かりづらすぎっていう感じなんで、ちょっと興味持った人は、ぜひ自分オリジナルの色で、ゲーム楽しんでみたらいいんじゃないでしょうかということで、今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。